はい、ネギシコです。おはようございます。ということでね、今日はね、めちゃくちゃ多いんよ。ちょ、サムネで釣ってごめんね。横領はされてないんですけども。めっちゃ多いの。この夜の業界で結構聞くのは、お金を抜かれてたとか。まあこれ夜の業界だけじゃなくて、銀行とかも、まあ多いやな。店長がお金を抜いてたとか、まあそういうやり方っていうのは結構いっぱいあるんだよ。でもこれは言わない。言ったらそれを見てる人たちがやっちゃうかもしれないから。まあ一個例えば分かりやすく言うと、体験に来てないのに体験のこう、来たことにして体験時期を作って出して自分のポッキーに入れるみたいな、そういうのが結構ねあるんだよね。飲食店だったりとか、まあいろんな業界で、まあそれは手癖の悪さだからさ、業界関係ないんだけど、でも夜の水商売の業界も結構聞くんよ。店長が売り上げ持っていなくなっちゃいましたとか、お店のねレジ金売り上げとかを紙の伝票を捨てちゃって、来てないことにしてポッキーに入れちゃったみたいな、そういう人たちに向けて対策というかね、うちがどうやってるかっていうのをね、今日はね、なんだかんだこういうの撮ってなかったなと思ってちょっと撮ってます。うちは結構厳重システムなんですよ。こういうのがね、かなりね、相当やりづらいようになってるのね。事務員とかももう5人ぐらいいて、もう全員のチェックが必要だし、もうカードもデビットカードっていうのを各責任者に持たせてて、その場で引き落とされる。だから何を買ったか全部明細で出るから、余分な現金とかを持たせないみたいな。で、売上とかも毎日こうに、まあ、夜間金庫みたいなね、銀行とかに入れなきゃいけないから、売上も何日か分も持たない。で、毎日のこの業務的な部分、その体験の子だったりとか売り上げだったりとかをごまかせないように、もちろん防犯カメラも音声付きのガチガチのがついてます。で、それ以外に、まあ、何をやってるかってことなんだけど、このね、結構聞かれるんだよ。うちと同じの導入したいですみたいな。これ今日はだからこれをね説明したいと思います。じゃじゃん。はい、そしてね、この度私この会社のですね代理店になりました。まあ代理店といっても代理店だったから広告して契約して俺にいくらとかじゃないんだけどね、実際まあ大体なんか友達の会社なんで、本当に俺もいいと思って使ってるから、まあ紹介して、もしこれ導入したいなっていう店舗とかがあれば、今ね使い方とか見せるんで、導入したいなって店舗があればぜひ俺このリンクに貼っとくんでね、その LINE かなんかをぜひ連絡ください。したらつなぎます。ちょっとなんかいいみたい。うちの経由でここに行くとなんか特典というか、まあざっとこんな感じなわけ。これキャバクラでもいいし、うちはガールズバーとかクラブとかラウンジ、スナック全店舗導入してるんだけど、水商売とかに結構特化してんのよ。まあ例えばね、これ、まあ、日付と今の時間と今女の子が何人余ってますよみたいな状態で、ここ押すでしょ。これ新規登録っていうボタンを押すと、こうやって女の子の名前がこうやって出てくると。で、今日この子が出勤だとするじゃん。そしたらこう追加とかを押していくんだよ。そうするとここに出勤リスト、今日22人出勤してるから出勤リストが出てきて、この子がこの来たらボタンを押すだけの、ここ出勤で、これ今退勤を押したら23時10分退勤みたいな感じで出るんだけど、こうやって一人一人出退勤管理できるでしょ。出勤したら出勤出退勤とかも管理できたりとか、日報登録っていうのとかをやって、その子が一人一人ドリンクいくら飲んだとかっていうのをねできるので、これ例えば注文ってボタンを押すでしょ。そしたら今一番にお客さんがいます。で、この人に注文で、ドリンクとかシャンパンとか、シャンパンでじゃあブーブーイエローができました。そしたらまず指名じゃなければお客様ってボタンを押して、指名だったらここを押すと、この子のバックのパーセンテージが勝手に計算されてここに出てくるみたいなね感じになってたりとか、とにかくねめっちゃね使いやすいんよ。で、お客さんが来るとするじゃん。そしたらここに5番2名はいポンって押して、誰だ本指名誰誰とかっていう風にやって登録したりとか、売上の伝票管理も1ヶ月分のとかも全部できたりとか、全部めっちゃ細かくね、メニューも、例えば今月オリシャン新しいの入れるとするじゃん、バレンタインシャンパンとかだ、バレンタインシャンパンってメニューを作って、それの価格をここに打ち込んで、バックを例えばじゃあ 30% だから 30% で設定すれば、お客さん来ました、そこ誰々ちゃん指名です、その子にのあれで注文したらパーセンテージが出るみたいなので、全部一括してね、ここで全部完結する。給料計算もここでできるし、売上計算もできるし、日報管理もここで全部できるし、シフトの出退勤の管理もできるしっていう、何もいらないのよ。で、じゃあ例えば現場に出てないオーナーとかはこれを携帯のデータで見れるんだよね、一緒に。で、この例えばごまかしたりする人とかでさ、ここにお客さんが入ってるとかにして伝票を作んないと、そのお客さんとかには出せないわけじゃん。これを使わないと伝票出せないの。で、途中で例えばこれを消したとするじゃん、全部履歴に残るのよ、何時何分に消したとか。だから不正がめっちゃねしづらいよね。確かね3万ちょっととかだったと思うんだよ、1ヶ月キャバクラとかね。そう、でも全部いらないじゃん、タイムカードのあれだったりとか、いろんなもんがいらないから、これで一括管理できるから、これはめちゃくちゃ楽ですよ。ちなみに、この前はなんか使ったことあるんですか。この前は別のなんか使ってた、
で、あともう一個紙伝票で管理してた。それと比べるとどうですか。こっち全然こっちの方が楽で、もうこれでだって全部できんの。余分なのが簡素化できる、一個にまとめられるっていうのがめっちゃいい。じゃあ俺がいじってもすぐできます。これは説明をそのお店が全部来てくれる。店長とかに全員まとめて説明してくれたりする。そう、例えばじゃあこれで完了するじゃん。そうするとこうやって今ここ待機一番レナちゃん50分って出るじゃん。で10分前に延長交渉入るとするじゃん。それ設定しておけばこれが10分になったらここにアラートが出るのよ、こうやって。でこの人1分過ぎてますよみたいな。でここにじゃあ例えば注文リナちゃんにドリンクが入りましたってさ、ドリンクキャストドリンクリナって押すとこうやってバッグが入って計算されて、ここにドリンク代が追加されると。でこれをテーブルを移動するとか経過時間表示にするとか伝票の時間を変更するとかで、やっぱ10分サービスしてたらこの伝票をあれしてさ、こう12時10分までとかっていうのをやって、これやったらここが伸びるとかさ、まあ結構ね操作はいっぱいあるんだけど、いろんなのができる。ほら、伝票削除してもよろしいですか。伝票削除されますが履歴は残ります。でこれ伝票消してなかったこととかにしても全部履歴で残るし、ごまかしが効かない。まあやっぱ機械だから。で手書きとかだと計算間違えたりするじゃんか。これ機械だからバックとか女の子の計算とかも間違いがないし、これ今あくまで一部抜粋というか全部説明はしきれてないけど、俺はね結構かなりおすすめしてますよ。結構こういうのってあの別媒体のレジとかだと100万とかかかるんだってね、導入に。これ初期費用ないもんね。最初の iPad と iPad のプリンター代か、購入するぐらいで、あとは月々月額3万ちょいとかのサブスクだから初期投資抑えられて、女の子の給料とかお客さんの伝票ミスなくなって、簡素化されて不正もごまかせてって言ったら、もうかなり俺はおすすめしてます。まあおすすめしてるんで、あえて動画を撮りましたと。もしなんか欲しいなとか、これ導入したいなとか、結構美容室とかでも入れてる店舗とかあるっていうから、なんか気になる店舗とかあったら概要欄にあのつなぎますんで、そこの会社をね検討してみてください。はい、ということでちょっと忙しいんで営業戻らせてください。すいません、カラオケも予約入っちゃってるんで。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。あなたたちが家を紹介してくれてね、ありがとうございましたって言ってください。私にありがとうございました。はい、じゃあチャンネル登録だけお願いします。バイバイ。